はい、こんにちは、ブルーボスです。本日も4ドルやっていきましょうか。今回はね、エクストラコンテンツの2つ目ということで、最先端の訓練ということなんですが、これって何なんだろうね。早速やっていきましょうか。はい、こっち。とりあえずライフストリームが流れています。でよ、どうなる？なんかやらされるのかこれ。え？あ、違うね。あ、ジョニーだ。いつの頃のジョニーかな。よし、ホームズ、本番だ。あ、違う、ホームズ。この訓練では、お前とエイデンの実戦における能力を試す。ジョニー・ホームズだったっけ？目標はシンプルだ。エイデンと協力し、はい、コースを進みながら脱出を図る。了解。なんかだいぶ頭を使い格好だね。冷静に行動しろ。了解でございます。 DPA のお偉いさん方がお前たちだけのために作った訓練所なんだ。期待を裏切るな。まだそうやってね、俺はコントロール室で状況を追う。なんかめっちゃ頑張れよ新入り。インストラクターって書いてあるな、ほら。おい、ジョディ。何？見せてやれ。うわ、気持ち悪い。早速。おお、なんか30分以内にな、え、な、これ。あ、やらされるんだ。どうしたらいい？ 30 分以内に。こっちはいけない。30分で。いけない。あれ？ああ。進むのか。ホールド。ホールド1。やって、エイデン。やって、エイデン。はい、了解。エイデン、やっちゃおう。てっきりおまけかと思ったら、真剣にプレイするためになると。まさか、そんなオチになると思わなかったね。じゃあ、急いで進もう。で、これはなんだ。走り方がかっこ悪いな。おー、なんかクリック。違うね。あ、これか。めっちゃ軽い箱だね。それで終わりかな。じゃあ次進んでいって。30分しかないっていうのが、それか、果たしてめちゃくちゃ時間があるのかないのかっていうのがちょっとよくわかんないんだけど。くぐっていきましょう。さすが訓練で。で、下をくぐっていきましょう。あ、お尻。いい感じ。いいケツ。あれ？もうこれ進んでる道合ってる。あ、閉められた。やばいやばいやばい。暗っ。なんか急にまた死者が出てくるとかそんなオチはないよね、まさかね。何か見える、エイデン。あ、見えないっす。エイデンは、あー、そういうことか。あ、ライトつけるのね。オッケーオッケー。で、続きまして、あ、こっちの方のライト、あれ違うな。とりあえず戻って、オッケー。で、ここが見えてる。で、ごめんなさい。で、ライトまたつけて、結局、別にライトつけてった方がいいかな。よいしょ。で、続いて、こっちもやっていきましょう。こんなずるいことしていいのかな。これってなんか結構ずるじゃないって思うんだけど。まあいいや。これは何をこう、目的とした訓練になるんだろうね。とりあえず、まあ、どこをどうかちょっとわからないけど、つけれるだけつけてるとか。壁にぶつかったりしたらね、痛いもんね。美人が、台無しだね。よいしょ。例えばなんか、ちょっと前の番組で、諸星すみれさんっていう、ね、声優さん、あれ、FF7 の、ね、アドバントチルドレンコンプリートの方のマリンの役をやってたと思うんだけど、あれ？あ、これ消えてくんだ。なるほどね。消えてっちゃうのか。じゃあ全部つけても仕方がないよね。じゃあ、違う違う、ジョディが今こっちを向いてるから、ここをつけて。全部つけたよね今ね。つけたけど時間とともに消えちゃうオチになるのかな。また壁ぶつかってるね。ああ行き過ぎた。これなんかある意味難しいな。で、今ジョディは、あ、じゃあもうちょっとだけ進んで、で、右に行くと。で、そうすることで、こっちを使って、
アドバントチルドレンコンプリートの方でマリンの声の役をやってた女の子ですね。まあ、今なんか全然違う声やってるんだけど、意外となんか声優のなんか有名な声をやってたんだけど、何やってたんだっけな、忘れちゃったな。うん、声優さんはね、いろいろと好き、ワオ好きなんだけど、これは全部やるべきか。どれがどれになってるかっていうのは、とりあえずこっち違うね。これはエイデンとあれなのかな。エイデンがなんかどっか通じてるところを見つけるオチとかではないのか。もともとそのね、 FF7 の話に戻ると、アドベントチルドレンの時は、ま、違う女の子だったよね。だけどまあ成長しちゃったことによって、またマリンの声をやるっていうのがまあできなくなったから、コンプリートの方ではその諸星すみれさんっていうのがね、まあ、子役としてやったかなっていう気はするけど、この状態でなんかするってことなのかな。ああそうだね、やっぱりこれは一番下だからこっちだね。で続いてこういうことか。 OKOK。 この状態で幽体離脱、双子による共同作業ですな。真ん中ここだね。こっち、まさかのね、エイデンが実は双子の死産した兄弟だったっていうね、お兄ちゃんだったっていうことをね知ったのはすごい衝撃的な出来事だったね。いやまだね、最初からご覧になってたが、実はエイデンっていうのは一体誰だったかっていうと、嫉妬する彼氏さんの役っていうわけじゃなくて、本当に、身内だったということですね。身内って、相手ないね。あれ、ん？どういうことだ？これ通れたけど、ん？通れたのに開かないのはなぜだ？なんかあるのか、まだ。あれ？あれ？反対側からドアを開けて。あ、そういうことか。はい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 。なんだよ。1個クリアしたのに、まさかこれも、あ、反対側からドアを開けて、あ、これか、違う、あれ、あれ、つなが、あ、これか、これか、あった、反対側からドアを開けました。 OK、 5、30分の間でどこまで進めるのかっていうのをどんどんやっていきましょうということなのかな。でもこれはこれでクリアか。これを押します。で、降りてきたのを登っていくっていう感じかな。ほっ、すごいな。なかなかこれを女の子でやるっていうのは難しいと思う。今自分の体でそれをやれるかって言ったら、まあ、ギリギリその筋トレやってくからなんとかなるかな。懸垂くらいだったら10回15回くらいできるから、1年前はね、確かに10回くらいできてたから、まあ、今もうちょっとできるんじゃないかな。まあ、現実感が当たるな、俺な。なんだ。あ、そういうことか。じゃあ、これに乗った状態で、上はなんかあるのか。これはあれか。じゃあもう一回。あ、そういうことね。あー、楽ちん。ありがとう、エイデン。すっげー見られてる。で、続きまして、てかこれほとんどエイデンがさ、仕事しててさ、ジョディ誰もやってなくないって思うんだけど、あれだ？これはなんかつながるあれがあった。よし、こっち。で、ああ、そういうことか。で、こっちもあった。一個一個やっぱちょっと。きちっと観察をしないといけないところだね。で、ポチッとすることで、あ、で、これでもう一回、スイッチをオフ、ターンのオフすると、で、これで、何かできるわけでもないのか。これで戻っても仕方ないよね。
こいつをどうにかしなくちゃいけないのか。けど、いけないね。戻ってきたけど、違うな。どっちも電気供給してるんで、あ、じゃあやっぱ上に持っていっといた状態でなんかやるんだ。多分この状態でなんかできるか。上、ああこれか。そう。でもう一回か。で、これでもう一回戻します。これもくっついてる状態だから、でここでジョディが離すと、ちょっと待って。Why? Why? 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 どういうことだ？これでつけます。で、こっちを行かない。なるほど。じゃあこれを外します。で、でここで、あ、そういうことか。で、最後ジョディが離すと、あ、いた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 。 OK、 パズルゲーになってきたね。だんだんね。で、これ登ります。で、続きまして、ジョディはこれの、あ、登れない。登れないから、まず、なんかこの、固められてるやつを、どっかから下ろしてこなきゃ。あ、これをまず下ろしましょう。OK。で、下ろした上で、ジョディが登って、いやー。風の流行る季節ですな。皆さん、ご体調はいかがですか？ねえ、ほんと体は資本だからね、大事にしてくださいね、ほんと、うん、おー、そうそう。で、これが終わったらですね、ビヨンドがもうちょっとで、まあ、ビヨンドをこれと、で、その次に、あの最後もう一回ね、なんだっけ、ラストパートですね。ラストチャプターを、まあ、ちょっとたどらなかったルートをめがけてやっていこうと思っているんですが、それが終わったらまたちょっと別のゲームを始めようと思うんですけど、もう先に宣言しておくと、あの、もう一回 RE3 やります。RE3、もう一回やんのってね、まあ、僕の原点 の、 あのゲームになるんですけれども、まあ、何をするかっていうと、バイオハザードビレッジでね、やったようにもう一回ね、あの、違う気がするな。そうだね、違うね。バイオハザードビレッジじゃなくて、人生相談をね、もう一回やることにしました。で、まあ、もう、個人的にね、すごいね、これ、どうやって行ったら、登っていったらいいか。個人的に、こう、コーチングをやっているおかげもあって、プライベートの方でね、いろいろとこう、なんか、人生相談みたいなのがめっちゃ来るんですよね。で、その中で、まあ、ちょっと、これだったら YouTube で扱ってもいいよっていうか、まあ、YouTube でもう、ぜひ楽しみながら答えてくださいみたいな、お話とかもいただくことが多いので、それでね、やっていこうということにしました。だからまあまあ、自分ご自身の質問じゃないかもしれないんですが、まあちょっとね、あ、この質問だったら自分も当てはまるわみたいなものとかがあったら、ぜひね、それを、ぜひね、ご自身のことも含めてです、ご自身のことだと思って質問をね、聞いてもらえたらいいかなというふうに思いますね。はい。これはクリックしとかなくてもいいのか。まだ何も来てなかったね。しまったね。この状態でエイデンを呼び覚まして、なんかできることある？
あるで。スイッチオン。ごめんなさい、ずっとブラブラさせてた状態で申し訳なかったです。で、これでもう一回さっきのスイッチを押すと、オッケー、ピッ、よし、じゃあ続いてこれを進んでいって、で、ここにまた何か、あー、あるね。で、これを押していくと、だからまあまあまあ、もうあさってかしあさってくらいかには始まるかと思うんですが、もしね、気になる方が、ご自身もね、こんな質問ちょっと投げかけてみたいっていうものがあれば、事前にコメントなりね、ツイッターの DM なりをいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。さてさて、これで今どのくらい時間が経って残り時間が何分くらいあるのか、ちょっとしまったね、もうちょっと手前のところを調べておくべきだったんですが、こっちで行きましたと。で、登って、ほい、で、ぐっ、引っ張って、あ、わかりました、わかりました。で、もう一回、ふいって引っ張って、OK。じゃあこれでいけたから、あとは押していって、はい、スイッチを入れて、で、真ん中が開くからもう一回戻、もう一回戻って、登っ、とりあえず乗っといたらいいかな。で、クイッと立って、すぐに今を追いかけていって、で、これをスイッチ、オッケー。で、登ってくるから、これに乗って次のステージ行きましょう。おーっと、びっくりした。悪くはなかった。あ、そう。だがお前はまだまだできるだろう。めっちゃ怒られてる。時間がかかりすぎだ。ウィンクしたくせに。素早く動いて瞬時に判断するんだ。すいません、初見なんで。底力を見せてみろ。これはもっといける。さあ、もう一回だ。え？もう一回？スタートからやり直しってこと？嘘。嘘。まさかのやり直しを言い渡されてます。じゃあ30分の時間制限って一体何だったんだってなるんだけど、これ本当に同じことの繰り返しかぽいね。あ、同じことの繰り返しか。じゃあもうやっても仕方がないので、もう一旦ね、ここで区切って終わりたいと思います。もうやれることやっちゃったんでね。はい。やっても仕方ないかなと思う。まあ逆にクリアした時にどんな声をかけてもらえるのかっていうのが楽しみではあるんですが、まあ、ちょうどジョディも見えなくなることですし、そういうところで聞きたいと思います。バイバイ。